はい、スタンドアップチャンネルスタートしました。はい、このチャンネルはですね、スタンドアップの試合はもちろん、その他いろいろなこういうですね、対談とかそういうのも入れていきたいと思ってます。私は、新空手で代表を務めてます、久保坂左近と申します。はい、はい、スタンドアップ、GM をやらせてもらうことになりました、寺戸信親です。よろしくお願いします。お願いします。ではですね、まずスタンドアップとはこれ何なんだと、はい、いうことでですね、説明をですね、欲しい。はい、そうですね、はい、プロのリングとして、やらせてもらってるんですが、一応、若手育成を、はいはい、メインとした、はいはい、大会で、プロ成績5勝以下、そういった選手たちを基本的には、試合を、組んでいく。確かにね、10戦15戦やっても3勝とか、はい、そうですね、4勝とか果ててない子もいるんで、はい、やっぱりなかなか、勝てない選手も本当にいるので、あとはチャンスをもらえない選手とか、そういう選手たちにやっぱり経験としてでも、はいはいはい、リングで試合をしてもらう、あとは、地方選手、地方選手はやっぱり東京でなかなか試合を、まあ、なかなかね、やる機会ないんで、そうですね、はいはい、なので、そういう選手たちもやっぱり東京で試合をして、メディアに、少しでも上げてもらって、またより一層ね、頑張ってもらえる、そういった、活力にしてもらいたいなと思ってます、ね。わかりました、はい、はい。スタンドアップを立ち上げた経緯ですね、はい。これを、まあ、先ほど言ったように、まあ、地方の選手とかにもチャンスを与えたいっていう、はい、ところも大きいというところですね、はい、あとはやっぱりアマチュアから、はいはい、まあ、いざプロのリング、うん、今からプロになって、はいはいはい、プロとして活躍をしたい、はいはい、そういう選手たちはやっぱりプロのリング上がるの、うん、やっぱり不安とか、そういうものもあると思うんですよね、はいはいはい、なので、そういった、アマチュアから、プロになるそういう選手たちにも、うん、まあ、いい経験の場として、うん、若手同士を、対戦させる、うん、そういったところで、まあ、活躍を、はいはいはい、まあ、成長というか、してもらって、はいはい、経験をしてもらって、また、それから、どん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 活躍してもらえればと。まあ、確かに、はい、まあ、アマチュアで大きなグローブでね、スネーパッドつけて、はい、でいざプロデビューになったら生ねスネーでグローブちっちゃくなって、はい、ラウンドも増えて、はい、で用意ドンっていうの、なかなか、まあ、僕らの時は当たり前だったけども、はい、だけど、まあ、今それでやっぱりなかなか勝っていこうと思ったらね、やはりやっぱりそういうちょっと中間の甘さのプロへ行く、ね、まあ、もちろん本格的にプロに行く中間のそういうところが欲しいなとは思ってたと思うので、はい、すごくいい場所じゃないかなと思うけど、そうですね、で、まあ、今回12月の大会、はい、22日初めてボリューム1、はい、開催しますけど、今回これに向けてはどうですかね。そうですね、まあ、今回も、たくさんの、選手に、声をもらって、たくさんの試合を組むことが、ね、できたと思うんですが、まあ、本当経験をしっかりしてもらって、まあ、スタンドアップで、学んだことを、また、それぞれ、活躍する場いろいろあると思うんですが、はいはい、そこで、また発揮できるように頑張っていってもらいたいなと、まあ、あくまでもそのアマチュアからプロ行くまでの育成する若手メインの大会というところで、はい、そこで経験積んで、またこうそれぞれの目指す舞台に行ってもらったらいいっていう感じかな。そうですね、はいはい、まあ、やっぱりその、ね、ジムの方針だったりいろいろあると思うんですが、うん、まあ、スタンドアップは何も縛りなく、うん、やっていきたいなとは思ってますね、まあ、参加希望者がいたら、そうです、ね、どんどん、はい、ね、こう出てきてもらいたいなという感じですね、はい、まあ、今後、まあ、向かう先というか、スタンダードとこう向かっていく、ね、先のイメージっていうのは何か。まあ、本当ね、最初は若手育成、うん、あとは、なかなか、ね、勝てない選手とか、はいはい、5勝未満の選手が、うん、そこからまた立ち上がってほしいというか、やっぱり負けばっかりあったりしても、はいはいはい、ここで経験を積んで、ここからまた新たな一歩を踏み出してほしい、うん、そういった意味でも、スタンドアップで経験して、うん、さらに上を目指して、プロとして頑張っていってもらいたい、
そういう舞台にはしたいと思いますけどね。はい、はい、で、まあ、この第1回大会はちょっとこう盛り上がって成功できるように、そうです、ね、頑張らないといけないなっていう感じです ね、はい、ですね、これは。まあ、あとは寺戸くんにとってやっぱり格闘技、はい、ね、寺戸くんにとってやっぱり長くやってきたやっぱ格闘技とはっていう、こういう、そうですね、うん、僕も、格闘技でやったのは、まあ、遅かったんですけど、やっぱり格闘技でやって人生変わったというか、うん、やっぱり格闘技を通じて会える人、はいはい、格闘技をしてなかったらこの人に会ってなかったら、はいはいはい、そういう人ってたくさんいるんですよ、うん、なのでやっぱり本当に人生を変えてくれる、やっぱりそう自分が必死で頑張って、そこから、人生を変えるような人に出会えて、うんうん、素晴らしい、やっぱり頑張る姿を見せるっていうのはすごく大事なことだと思うので、格闘技には、まあ、自分は感謝してますし、うん、で今後も、やっぱり何か格闘技に、うん、格闘技界に、何かを恩返しじゃないですけど、はいはい、何かをやっていきたいなとは思って、うん、まあ、ちょうどそれがね、このこういう若手大会というか、そうですね、はい、まあ、僕としてはやっぱりこの寺戸君のあのね、ハングリースピリットっていう、倒れても倒れても倒れてから強いみたいな、はい、いやいや、まああいうこういうね、最後まで諦めないこのスピリットをこう、ね、はい、こう継承してもらうような選手がね、はい、どんどん出てくれば、やっぱりさすがプロだなっていう、そうですね、うん、やっぱり観客もね盛り上げて、なおかつこう試合も勝つみたいな、はい、出てきたらいいなとは、そうですね、思うけどもそれは今後のこれは大会次第、はい、そうですね、うん、楽しみですね、はい、そうですね、はい、では今回は、このように、まあ、新しくやる大会のこうスタンドアップに向けていろいろとこう寺戸 GM にお話を聞きましたけども、まあ、このチャンネルでですね、スタンドアップの試合などもどんどん流していきますんで、ぜひ、今後ともこのチャンネルともどもよろしくお願いします。はい、ではそれでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。